願いします。河辺言語役です。鈴木さんです。お願いします。まさか私まさか俺本当に魔法使いになってる。よーい、はい、どうした魔法使い。え、思い出した。まさか足立、まさか俺本当に魔法使いになってる。マジで言うねん。でも最初のイメージはやっぱずっと壁作って、でも自分軸で生きてみたいなところからの、なんか本当に童貞だったんだろうなっていうキャラクターなんだろうなっていうのが第一印象ですね。1話の最初は黒沢雄一役で町田啓太さんです。黒沢雄一は人の痛みとかが分かるあの人物だなって。だからこう、まあ、足立だったりとか他の人にもこう優しく接れたりとかっていうところがあるんだなと思いましたし、あとは行き過ぎるところもありますけど、こうすごくまっすぐだなというか、その恋愛というか好きな人に対してとかっていうところは、なんか愛おしさもあるし可愛らしさもあるし、そういうところがあの魅力だなと思ったから、ちゃんと表現してあの私との関係性であの楽しんでもらえるようなキャラクターにあの作っていけたらいいなっていうふうに思いました。で、正人役、浅田光大さんです。杉という役はやっぱキャラクター性の強い個性的な役だったので、まあ、原作も読み返したりしながら、どうお芝居として表現していこうかなっていうのは結構考えましたね。現場、正直現場行くまでわからないなっていうような点も多いかなと思ったりして、なんかこうやっぱアニメ漫画的な表現も結構強いキャラクターだったので、どう、ね、実写化として昇華するかっていうのはよく考えましたね。うん、湊人役、ゆうたろうさんです。お願いします。湊人くんは見た目がすごくキャッチーで可愛らしい男の子なので、でもやっぱトゲのある言葉だったりとか、その話してる湊くんと心の声の湊くんのギャップだったりとかっていうのは、やっぱ現場でしかなかなか合わせられないなと思ったので、そこは結構やっぱ現場に入ってから監督だったり松毛さんだったりと話して作り上げることが多かったですね。でもすごく やっぱやりがいのある男の子なので、演じててとっても楽しかったですね。特撮ゆうと役で草川拓也さんです。六角っていうのは特にこう純粋で意外とこうストレートに仕事も真面目だし、尊敬するリスペクトする人が2人いて、その人の仕事に貢献するっていう面では、なんかすごくこうストレートに演じやすいなっていうのはすごく感じてて、本当に視聴者の方が見てこいつちょっとムカつく部分あるけどやっぱり憎めないような、そんななんか絶妙なキャラっていうものは意識しましたし、そこも大切にしながらすごい作っていきましたね。え、また、14、カット14、17、19、20、23よっ、はい、あ、そうだ、激辛スパイス入れてルーレットしません？え、実はこっそりハバネロ買ってきたんですよね。辛そう。激辛っすよ、激辛、うん、やります。あ、じゃあやろっかな。お、絶対楽しいですよ。あれ、これどっから開けるんですかね。え、ちょっと貸して。開けるとこないじゃん。
あ、ここでいいとこ。あ、ばばば、大丈夫、大丈夫。僕がやります。ありがとう。うん、この子。本当にお兄さん的な存在なので、赤楚くんとは本当一つしか年齢が離れていないので、お互いの近況だったりそういうなんかこうたわいもない話とかをすごい気さくに話しかけてくださるので、とても助かってます。本当に多分すごく気遣いをしてくれるので、赤楚くんってすごいまっすぐな視線でまっすぐ物事をこう聞いてくれて、あ、そうですねとか、じゃあこうですねとかっていう受け答えとかもすごくこう気持ちのいいというか、そういうまっすぐなところとか気をすごく回してくれるところとか、居やすくしてくれる空気を作ってくれるっていうのは足立とこう被るところもたくさんあるので、なんかそういう合間のちょっとした会話だったりとか、そういう時になんかそういうのを思うこともあったりして、似てるとこなんか家の物の多さとかもすごい似てて、収集癖も似てて、でちょっとズボラだし、なんかそういう部分、自己評価の低さ的なところもちょっと似てるかもしれなくて、あと低いからって言って別に落ち込むわけでもなく、俺は俺なんだ、どっか納得しちゃってる部分っていうのもすごい似てて、似てないところで言ったら押し付けられても嫌な顔しないっていうところ、絶対嫌な顔するなっていう。やっぱ黒さんに向けられる思いだったりとか、浦部さんに押し付けられたりとか、藤崎さんのに優しい言葉かけられるとか、六角のそのぐさっとくる感じとか、そういういろんなものを受けて、なんかいろんなものを反応していくことで、こういうところが嬉しいんだとか、こういうところを傷つくんだっていうのをちょっとずつ分かっていくようになってから、足立が見えてきたなというか、あとその黒沢との関係っていうのは、どこからが友達で、どこからがその恋愛的な好きっていう気持ちに変わるんだっていうことはずっと悩んだかなっていう、そこら辺なんかすごい平行というか、平行で生きてきたので、なんかそこが交わってる人間っていうのはちょっと難しいというか、考えるなって思いました。あ、ごめん。もしもし、つげ、どうした？ごめんね、当たったね。ここら辺でなんかやっとかないとちょっとダメかなと思って、なんかペットボトル持ちながらこれもちょっと微妙だし、でもこういったらなんか飲ませるみたいなで、試行錯誤の結果落とすっていう。黒沢で本当に心から良かったなと思う部分が、思う部分っていうか、もう思ってて、なんか本当に細部までこだわってますし、その足立に向ける愛情みたいなところも、本番外のところからも受けるような、本当に役徹底してその黒沢になってるところを見ると、本当に黒沢だなって思いますし、ですごい優しくて何でも丁寧で真剣でっていう姿を見て、共演できてよかったなって思います。僕が所属させてもらった事務所から、踊れるでしょ、歌えるでしょとか、なんかこうすごく期待値を持って言ってくださること多いんですけど、まあどっちもやらないやれないので、まあ、やっぱりイメージってすごくやっぱあるんだなと思っていたんですね。で、黒沢をこう考えていく中で、黒沢も周りからの目線とか、こうしていかなきゃいけないとか、なんかそれがすごくこう共感できるっていうのはすごく思いましたし、理解できないというかすごいなって逆に思うのは、その好きな人に対しての瞬時にいろんな、なんかこうこうあれたらこうだったらいいなっていう、そういう妄想というか願望をそこまで強く持てるのがすごいなっていうか尊敬すらしますね。でもなんかそれが面白いですし、なんか可愛らしいって思えるので、全然理解できないまではいかないんですけど、すごいなって思うので、その分そこをちゃんとこう掴んでいかなきゃいけないなっていうふうには思いました。浅香くんはもう本当にもうキャラクターすごい掴んでって、つげという、なかなかまた黒沢とはまたちょっと別の癖を持ったキャラクターをすごく可愛らしいですし、足立と告げってなんかなかなかこうなんで仲いいんだろうなっていう組み合わせなんですけど、なんか2人の悩んでしまう感じだったりとかっていうのがすごく同じ方向を向いてたりとか、一緒にお芝居しても、あ、すごい告げだなって、原作とか本読んでたイメージとかともすごいぴったりだったので、素敵だなっていうふうに、はい、思いました。
もしかしてなんか小説書けないとかっていうなんか落ちる人よりも書けないとかっていうなんか、うん、そうですよね。で、もらう？で、頑張ってくれる人は思う。そういうことじゃないんだ。こういけばいけなくはないと思う。俺無理わかるでしょ無理これがちょっと微妙に出てくるみたいな。え？足立つげ？今時男子は実はえ？ティッシュすごいすごい泣いてる笑いこらえたらあれきこの距離であれはダメかもしれない。朝香さんはですねその最初の印象はやっぱりその厚毛だっていうどっしり感といいますかやっぱその文豪的どっしり感っていうのとちょっとお芝居でも甘えたりしてもちゃんと頼られるようなところからのその童貞だっていう衝撃を受けた時のあのお芝居が本当に未だに忘れられなくてあと割と朝香さん真面目なイメージ真面目というかなんて言うんですか物静かなイメージなんですけどお芝居のそのちょっとコメディに吹っ切った時の勢いたるやみたいなそこら辺を本当に恐ろしいなと思います。今回の役は原作読ませてもらった時これを朝香さんがやるんだっていうのにちょっとびっくりしていや俺も思ってたそれは多分あこういうお芝居もするんだっていうのは思ってそこも楽しみにしてたんですけど、まあ、現場でお会いして、まあ、シーンの段取りとかしてる時に何だろう台本に書いてあるその言葉にできない言葉「うわ」とか「おおほ」とか何かもうキュンって言っちゃったりとかっていうのはこの見た目からああいう言葉が発せられるんだっていうギャップがとにかく面白くて最初は。結構我慢してましたね自分の笑いをなので そこからすごくスムーズに楽しくなんかいろんな話もしながら撮影できているのでなんか逆に2人だけでよかったなっては思ってますね、まあ、結構僕自身がこうなりやすいタイプなので次のなんかあの必死にわからないことを調べ物したりことを通ずるものがあるかなと思ったりはしました。まあ違うなというか、まあ、すごいなと思うのはやっぱそうは言っても次はやっぱ行動力のあるタイプの人間なんですぐこう行動に出れるっていう結構自分はデブ症だしなんかその辺は尊敬できるかなと思いましたね。今回共演は初めましてだったので撮影現場の前に一回取材ですとかポスター撮影みたいなのでお会いしてなんかその時にもなんかまだこう掴めない感じなんかこう不思議な雰囲気を放ってるから全然お芝居してる姿は想像まだ ついてなくて最初はでもなんかこう現場にインしたらなんかもうまさに湊だなっていう感じがすごいしたので一つ一つのシーンが楽しかったですね。湊くんは、まあ、仕事っていう場で柘植さんにずっとお会いしてる関係性なのででもやっぱりちょっと仲良くなってくるともう心の声じゃなくてそのまま言っちゃったりするっていうのはなんか意外と似てるのかなって思ったりとか僕も思ったことは割と素直に言っちゃうタイプなのでそこはなんか似てるなっていうのは演じながら思いましたね。で似てないっていうのは最後の結構怒るシーンがあったりでなんかそのマイルドヤンキーって言われるそのヤンキーの部分はオラっていう部分はまた僕には持ち合わせてないかなっていうのは不安な部分ではあるので、まあ、今からちょっとそのクライマックスシーンにかけていろいろ監督にも相談して練ろうかなとは思ってますね。僕も結構こう現場に入ってから監督の方々とか実際にこう芝居は一人でやるものではないのでこう人とこう初めてセッションしてできてくるものってものもあると思うのでそこも大切にしながらすごい作っていきましたね。僕と六角の似てる部分っていうのは仲間思いってい こう純粋な部分ではすごくちょっと似てる部分はあるんじゃないのかなと思いますね。
逆に似てない部分は愛されキャラなところですかね。結構僕結構この役どころいただいたりするんですけど、そんなそこまでこう自分そうだとは思ってないので。そんなことない。いや本当にそうなんですよ。だからそのこの今回も先輩営業頑張りますとかそんなことできないし、すごいなっていうのは思います。坂川さん僕と一個くらいしか差はないんですよね。なのになんかほぼ94年生まれてもうむしろためでもおかしくないのにずっと敬語 でしかもなんかそんなとこまで気を使わなくていいのにっていうほど気使い屋で割とバッていっちゃうところとかは六角は持ってるんですけど、意外とその裏ですごい気使って生きてるんだなっていうところはすごいリンクしてるなと、すごいなって感動というか勉強になります。佐賀くん最初お会いした時にもうビジュアルだけ見たら今っぽいというか可愛らしい感じもあるし、なんかすごい六角にぴったりだなって個人的に勝手に思ってたんですね。で喋ってみたらよりぴったりで、っていうのも六角って結構なんとかじゃないですかイエーイとかっていうちょっとこう調子者みたいなところあるんですけど、実はそれだけじゃなくてなんかちゃんとすごくいろんなこと考えてて気も使ってやってる青年っていうのが六角像なんですけど、坂川君もすごい気遣いだしいろんなことを見てるしすごく丁寧というかめちゃめちゃ好青年だな。草川くんがやる六角だからすごいこう愛されるキャラクターに見えて、黒沢的にもすごくありがたいなって思ってます。すごく楽しい現場でみんなこう同じ方向を向いてなんかいいものを作り上げていくようなのを垣間見えた時はなんかすごく素敵だなと思いますし、皆さんも本当にこうよくしてくださってるのでとてもやりやすい現場っていうような印象ですね。すごくあったかい空気感の中皆さんとお芝居できてたのですごい楽しいっていうのがまず一番にあって、で結構帰り道がたまに寂しい時はありましたね。早く終わったりとかした時はちょっとだけいようかなとか思ったりもしましたね。だいぶ馴染んできたよね最近。そうですね、まあちょっとずつ皆さんとお会いする機会も増えたりとか、入った時はやっぱりもうね、足立と黒沢の関係値がもう完全に出来上がってたんで、期間になんか早く馴染みたいなって感じ。確かにもうずっと喋ってますね。こんなに合間とかに、まあ、お芝居のことだったりとかシーンのことだったりとかっていうのを話せるって僕あまりしてきたことなかったので、もちろん少しあったりとかありますけどこんなに喋れることってなかなかないので、その分なんかそういう許容を持ってる赤楚くんだから自然と話せたりとかするんだなと思って、すごい有意義な時間ですね合間の時間って。今撮ったの、絶対撮った、撮った、俺カバーなんだから。あとちなみに僕のお気に入りはこっちです。赤ちゃんみたいな。そんな顔してたんですね。こうなってます。ここにしがみついてる。めっちゃうまい。めちゃくちゃおいしい。もはやお芝居じゃなくて。うまっ、うまっ、これうまい、超おすすめです。めっちゃおいしいですね。やっぱ久しぶりですかね、クレープ。いや甘いのもいいしね、これもいい、ご飯っぽい感じで。
気づきました。いや、すいません、すいません、すいません、こっち見て。何、何、何、いやー、あれ乗ってみたかったんだよな。じゃあ乗る。顔どんな顔？ん？顔？顔？もう、ね、もう当然でしょ？でかい。乗るでしょ？一人でやっちゃう。じゃあ行きますか。せーの、ブロック。これでいいのか。新しいコンビみたいになってる。キャラクターはめちゃめちゃ崩壊してます。めちゃめちゃ崩壊。撮影の合間とかちょっと待ち時間とかあるときって皆さん何されて過ごしてます？僕らもうどんちゃんがいるので。そうだね。結構、うん、でも結構気分屋さんだったりとか、すごいおとなしいと思ってたら急に遊びたい気分になってたり。よく泣くよね、あの子ね。でもすごいお利口さんでね。そうですね、いい子。プロってやっぱすごいんだなって思いましたね、うん、動物でも。可愛かった。ずっとなでなで写真撮ったりしてましたね、うん、一番印象に残ってるシーンを聞かせていただければと思います。まあ、やっぱキスシーンじゃないですかね。まあどんな方がお相手でもまあ緊張しますしね。我ながらいいシーンになったんじゃないかなって気するよね、うん、一発本番だったんですけど、うん、なんかすごい素敵なシーンになったような気がします。印象に残ってるシーンはやっぱ黒沢にご飯粒取ってもらうところ。僕今まで撮ってもらうこともないですし、男だし。でそれを食べるっていう姿を見た時のちょっとびっくり感、本当に多分今までで忘れられない撮影だったんじゃないかなって。あそこのシーンは特にやっぱり最初の方ですかね。やっぱインスタ最初このオフィスとかのシーンだったので、最初に足立から見た黒沢で、黒沢があの他の女性社員だったりとかとこう喋ってたりとかっていうのは確かファーストシーンだったと思うんですけど、あれほぼほぼ台本にないことを言ってたのでファーストシーンでこれ黒沢はちゃんとできてるかなというかすごい不安だったんですよ。大丈夫かなと思ってたんですけど、監督たちスタッフさんたちも、あ、これで黒沢できたねってそのシーンが終わった時に言ってくれたのがすごく、あ、よくこれでいいんだって自信の持てたところでもあったので、それはすごく印象残ってますね。自分のと藤崎さんのシーンになるんですけど、あの黒沢さんと足立さんのために花火をあげるシーンがすごく素敵だなと思いました、まあ、その時六角は何のためにあげてるのかも知らないんですけど、なんかこうそういうセリフといい、なんかそのシチュエーションといい、すごく素敵だなっていうのは感じましたね。急に花火あげたいとか理由も聞かずに付き合ってくれる六角くんもなかなかだよ。だってなんかいいじゃないですか、これ見て誰かがちょっとでも幸せになれんなら。ありがとう。おいおいおい、見事だった。申し訳ありません。こちら行きますね。なんでだろう。普通に付き合ってくれる六角くんもなかなかだよ。なんかいいじゃないですか、これ見て誰かがちょっと幸せになれる。じゃあ行きますか。最初だね。どう行くんだよ。受けますね。急に花火あげたいとか理由も聞かずに付き合ってくれる六角くんもなかなかだよ。だってああもうごめんなさい。
やだ、もうやだ、本当にすいません、もう本当にびっくりした、びっくりした、なんか言われるのかと思った、ブルーレイを手に取っていただいてありがとうございます。本当にそうですね、撮影が終わってしまうのが寂しいくらいすごい楽しい撮影で、本当に一人一人のキャラクターが個性強くて、それぞれいろんなストーリーがあって、それが一つになって多分いろんな発見が見るたびにあると思うので、一回だけじゃなく何回も見ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。おもちまして、綿谷湊役ゆうたやさん、オールアップとなります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。すごい立派な漫画の原作からドラマから DVD、ブルーレイまで多分見尽くしてくれてる方が今見てる映像かなと思うんですけど、本当にこの作品はいろんな方の愛で成り立ってるというか、まあ、原作者の豊田優さんから、まあ、監督から、本当キャストスタッフさん全員の愛がたっぷり詰まってる作品なので、見終わっても、まあ、これからまた残る作品になればいいなと思ってますので、また思い出した時にふと見ていただけると嬉しいです。杉江雅人役、浅香光大さん、オールアップとなります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ブルーレイのご購入ありがとうございます。ブルーレイまで買ってくださるっていうことは、何かが届いたんじゃないかなと思います。焼き切れるまで何度も何度もぜひ見てください。ありがとうございます。岩沢雄一役、町田啓太さん、オールアップとなります。ありがとうございました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 。やっぱ一人一人にしっかりとこう刺さるような、しっかり届くような物語を届けれたらいいなということで挑戦させてもらいました。だから今後も放送まだ全然たくさん残ってるんで、たくさん宣伝しながら楽しんでもらえるように、していきたいなと思います。本当に本当にありがとうございました。多分今も見てくださってる方もいらっしゃると思いますし、本編の方まだこれからっていう方もいらっしゃると思うんですけど、本当に多分すごく赤楚くん含め共演者の方々とスタッフさんたちと本当になんかこう丁寧に丁寧に大切に作った作品なので、ぜひじっくり見て楽しんでいただきたいなって思いますし、メイキングも多分たっぷりとあると思うので、そちらの方も楽しみながら本編楽しんでいただいて、皆さんのちょっとでも楽しみになればいいなって思ってます。ぜひ皆さん隅々までチェリー魔法楽しんでください。アタッチ主役、赤楚衛二さん、オールアップとなります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。1ヶ月間、本当に1ヶ月約1ヶ月間タイトなスケジュールだったとは思うんですけど、本当にそのいい作品作りたいっていう気持ち多分皆さんあって、でなんかだからすごい居心地のいい現場で、
で皆さんもすごい温かく優しい方々ばかりだったので、本当にその充実した、さっきも言っちゃったんですけど、充実したし楽しかったし、何より幸せなこの約1ヶ月間でした。本当だからなんて言えばいいですかね、そのこの皆さんがいたおかげで本当に僕は足立を演じ切ることができたなって思います。本当に皆さんに感謝です。まだその放送あるので、僕はこれから全力で SNS で宣伝したいと思います。本当に本当にありがとうございました。ブルーレイを購入してくださった皆様、本当ありがとうございます。ですね、この撮影すごい楽しいんです。っていうのはこの作品、僕台本の前にその原作を読んだ時から一個一個すごい丁寧に描かれてる心情と、急に斜め上、想像の斜め上行く面白さと、お互いのすごい切実というかお互いのピュアな気持ちが描かれてて、本当にその心あったかくなって、でそれを実写でやるなら本当にピュアな気持ちで一つ一つその積み上げていくような作品にしたいなと思っていたので、こうやってお買い上げくださった皆様には本当に感謝しております。いきます、せーの、そのままお待ちください。にっこり笑顔で終わります。いきます、せーの、ご自慢です、せーの、せっ、はい、ありがとうございます。